久しぶりの今日カレンダー嬉しかったです。そしてお寿司がとても美味しかったです。私小肌がすごい好きで、こう噛み締めてるとどんどん後から美味しさが押し寄せてきて、本当に美味しかったです。美味しいです。ありがとうございます。お願いします。かっちゃんも食ってこの。5?4? とかぐらいですかね、はい、なかなかやっぱり写真でこうどうやって見せたら美味しそうに綺麗にっていうのは難しいですね。やってみると普段やっぱあまり意識してないので難しかったです。笑顔いいですね。なんていうのこの字型、そう机の雰囲気とか、例えばここが全員皆さん知り合いで来たとしても皆さんの顔がちゃんと見えてお話できて、お寿司屋さんってちょっとすごくこう緊張したりするんですけど、なんか程よく柔らかい雰囲気もあって、人柄もとても素敵で、リラックスしながらお寿司をいただける素敵な空間だと思います。なんて言うか、お寿司あー、お寿司あー、いやいや、厳しいね。来てましたよ、私確かに来てるなんか何が好きなんだろうとか、相手のなんか知らない一面が見えそうで、なんかそれぞれこだわりがあったりするじゃないですか、お寿司って。そういうのを探りながらとか楽しそうだなって思いました。付き合ってますよね。結構普段は私カジュアルなお店に行くことが多いので、川で遊びに行った後になんか餃子食べに行ったんですよ、みんなで。本当3年ぐらい前ですかね。京都のちっちゃい餃子、お菓子みたいな餃子屋さんがあるんですけど、そこに4人ぐらいで行って、本当になんかスナック感覚で食べられてめちゃくちゃ美味しいんですよ。でお酒も美味しくて、何皿だろう、結構食べてなんかそういうあまり気を使わずになんかリラックスできる、軽く食べれて飲めるとか